遅う。私を待たせて何してるんですかね、プロデューサー。プロデューサーから。マミミすまん。雪で電車が遅延してて、まだ戻れそうにない。待ってもらっておいて申し訳ないが、打ち合わせはまた改めてしよう。今日は先に帰ってくれ。待ってたんですけど、プロデューサーのこと。なんてまさか、そんなわけないじゃないですか。そこのコンビニまで肉まん買いに来ただけですよ。これです。ちょっと騙されましたね。大丈夫です。事務所戻るんで。ついでに打ち合わせもしてあげます。いえ、今行きます。冷た。